1. 目標設定。短期目標と長期目標。短期目標を通常1年以内に達成することを目指す。零四半期ごとの売上目標や新製品の発売。長期目標3年から5年、あるいはそれ以上の期間で達成を目指す。零市場シェアの拡大や国際展開。 SMART 原則。具体的スペシフィック目標は明確で具体的であるべき。測定可能メジャーエーブル成果を測定できる指標が必要。達成可能アチーベーブル、現実的に達成可能な目標であること。関連性リレバント企業のビジョンやミッションに関連していること。時間制約、タイムバウンド、達成期限が明確であること。 2. 市場分析、 SWOT 分析。強み、ストレングスズ、企業内部の強みを特定。弱み、ウィークネス、内部の弱点を把握。機会、オポチュニティーズ、外部環境の中での機会。脅威、スリーツ、外部環境からの脅威を認識。 PEST 分析、政治的要因、ポリティカル、政府の政策や規制の影響。経済的要因、エコノミック、経済成長率、インフレ率、失業率など。社会的要因、ソーシャル社会のトレンドや消費者の思考。技術的要因、テクノロジカル技術革新や業界の技術動向。 3. リソース配分、リソースの種類、人的資源、スキルや知識を持ったスタッフの確保と育成。財務資源、資金調達や投資の計画。物的資源、設備、原材料、インフラの整備。リソースの最適化、効率的な運用、リソースを無駄なく活用する方法を模索。アウトソーシング、コスト削減や専門性を求めて外部に業務を委託。 4. 戦略の選択、基本戦略の詳細。コストリーダーシップ、大量生産や効率的なオペレーションによりコストを抑え低価格で提供。差別化、戦略商品やサービスの独自性を強調し、顧客に対して特別な価値を提供。集中戦略、特定の市場セグメントに特化し競争優位を確立。 5. 実行計画、アクションプランの策定。タスクの分解、大きな目標を小さなタスクに分解し実行可能にする。リソースの割り当て、各タスクに必要なリソースを割り当てる。進捗管理、定期的に進捗を確認し問題点を早期に発見。 6. 評価と修正、 KPI の設定。財務指標、売上高、利益率、コスト削減率など。非財務指標、顧客満足度、従業員のエンゲージメント、ブランド認知度など。フィードバックの活用、定期的なレビュー、戦略の進捗を定期的に評価し必要な修正を行う。ステークホルダーの意見、従業員や顧客からのフィードバックを取り入れ戦略を改善。まとめ、経営戦略は企業が競争環境の中で持続的に成長し成功を収めるための道筋を示す重要な要素です。目標設定、市場分析、リソース配分、戦略選択、実行計画、評価と修正の各ステップを通じて企業は効果的な戦略を構築し実行することが求められます。これにより変化する市場環境に柔軟に対応し競争優位を維持することが可能となります。